氷気最盛期の地球の氷河時代の創造図氷河時代は地球の気候が寒冷化し地表と大気の温度が長期にわたって低下する期間で極地の大陸氷床や交差域の氷河群が存在しまたは拡大する時代である。氷河学では北半球と南半球の両方において広大な氷床が存在することを示す。長期に及ぶ 氷河時代のうち、立動する個々の寒冷な気候の期間は、氷期と呼ばれ、氷期と氷期の間の断続的な温暖期は、魔氷期と呼ばれる。最後の氷河時代は、約260万年前の更新世に始まり、それは、今もグリーンランド、北極、そして南極大陸に氷床が存在していることから、言える。なお、投稿目の記述内容は、 まだ立証が十分でない仮説であったり、論争が続いていたりするような内容を含む。氷河学的には、地球の歴史の中で、地球上に大陸並みの大きさの氷床が存在している時代を氷河時代という。この意味においては、広大な氷床が南極大陸とグリーンランドにある現在は氷河時代である。また、地球上に氷床がない時代を温室付というのに対し、 氷河時代のことを氷室期という場合もある。氷河時代の中でも、中緯度地域まで氷河や氷床に覆われるような、特に氷河の発達した、寒冷な時期を氷期という。氷期と氷期の間の温暖期で、相対的に氷河が縮小した時期を、真氷期という。さらに、氷期や真氷期の間にも、氷河、氷床の極大期と極小期があり、それぞれ、 ア表記とアカン表記と呼ばれる。最近は気候変動関連の文章などで表記ではなく、氷河期という用語を使う人が増えているが、日本説表学会は、氷河期は、氷河時代と表記の両方の意味で使用されてきたが、混乱を避けるため、今後は表記と同義とし、できれば本用語の使用は避け、表記を使用するべきであるとしている。一方、英語では、 氷河時代を、アイスエイジ、グレーシャルエイジ、表記を、グレーシャルピリオド、グレーシエーション、グレーシャル、魔表記を、インターグレーシャルピリオド、インターグレーシャルなどと表記するが、実際には、英語圏の研究者でさえ、アイスエイジとグレーシエーションを区別せずに使うものが、多いなど、使い分けが明確でない場合も見られる。新生代の気候変化。横軸の単位は、 100万年前新生代氷河時代は、死神予中期から始まったとされている。その根拠は、南極での最初の氷河の存在の記録が、死神予中期の陸上堆積物から確認できること、前身予初期に、南極大陸で氷床が成長を始めたことである。なお、中生代は、地球全体が温暖で、北極や南極を含めて、地球上に氷床が存在しない、 温室時代だった。中世代には、ゴンドワナ大陸の一部だった。現在の南極大陸が分裂して南へと移動を、始め、やがて、南極大陸が孤立したが、ドレーク海峡での海流の影響で、南極寒流が生じ、南極への海洋熱輸送が塞げられた。そして、南極氷床が成長するとともに、その周りの南極海の水温が下がったことで、 冷たい深層海洋大循環が生じ、それが地球全体の寒冷化をもたらし、北半球の氷床形成に結びついたとする説がある。この説は、新生代氷河時代に至った大まかな原理として、現在では広く認められている。古代三期と新代三期は温暖だったけれども第四期になって寒冷化が急激に進行したという、旧来の気候変化像は、 正しいとは言えず、気候の寒冷化はいくつもの段階を経て進行したと考えられている。北半球における表彰の発達の原因としては、北アメリカユーラシア大陸の配置に加えて、パナマ地峡の形成による大規模な海流の変化、ヒマラヤ山脈の流気による地球大気系の大きな変化などが提唱されている。 地球生命の KF ビューディスカスマイナス4500、マイナス4000、マイナス3500、マイナス3000、マイナス2500、マイナス2000、マイナス1500、マイナス1000、マイナス500、例、水の存在、科学進化細菌、古細菌共通祖先原子生命対抗、合成細菌ストロマトライト深刻生物。 多細胞生物カンブリア爆発生物の上陸恐竜哺乳類必死植物付き近くの誕生海の誕生最初の生命高気銃爆撃機最初の酸素大気中の酸素酸素の大量発生最初の有性生殖エディアから生物群最初の人類形成大原生大太子子大名王大ポンゴラヒューロン氷刺激アンデスカルー第四期軸谷100万年前 灰色、氷河時代。地質時代、人類の生活思念表も参照。1742年に、ジュネーブ在住の義士で、地理学者のピエール・マーテルは、サヴォのアルプス・山脈にあるシャモニーの渓谷を訪れた。2年後に、旅の報告書が出版され、渓谷の住民が、迷子医師の散布の原因が、氷河にあると考え、かつて氷河がより、 遠くまで広がっていたと述べたことが報告されている。後に同様の説明が他のアルプス地方の各地からも報告された。1815年に大工でシャモア漁師の寺院ピエール・パロージンはスイスのバレー州のバルト・バーニュにある迷子石は以前もっと遠くまで達していた氷河によって運ばれてきたものであると説明した。1834年には ベルナー・オーバーラントのマイリンゲン出身の無名のキコリも、スイス系ドイツ人の地質学者、ジャンド・シャルパンティエとの議論の中で、同様のアイデアを主張した。バレー州のバルド、フェレ、スイス西部のゼーラントから、そして、ゲーテの科学的著作のほか、世界各地で似通った説明がなされている。 バイエルンの博物学者、エルンストフォン・ビブラが1849年から1850年にかけて、チリのアンデス山脈を訪れた時、現地の住民は、化石化したモレーンは、過去の氷河作用によるものと考えたそうである。一方では、ヨーロッパの学者たちは何が氷異性物質の散布を引き起こしたのだろうかと考え始めた。18世紀の中頃から、一部のものは、 運搬手段の一つとしての氷河について討論した。スウェーデンの鉱山技師ダニエル・ティラズは1742年にスカンディナビア地方とバルト地方の迷子石の存在を説明するために開氷の氷石を提案した最初の人物だった。1795年にスコットランドの哲学者で博物学者のジェームズ・ハットンはアルプス山脈の迷子石は 氷河の作用によるものだと説明した。それからおよそ20年後の1818 18年、スウェーデンの植物学者、ヨーラン・バーレン・ベリは、スカンディナビア半島の氷河作用の理論を発表した。彼は、氷河作用を地域的な現象と考えた。そのわずか数年後、デンマーク系ノルウェー人の地質学者、イエンス・エスマルクは、一連の世界規模の氷河時代について、 主張した。1824年に発表した論文の中で、エスマルクは気候変動が氷河時代の原因であると提唱した。彼は氷河時代が地球軌道の変化から生じたということを示そうとした。それから数年の間に、エスマルクの発想は、スウェーデン、スコットランド、ドイツの科学者らに分けて討論され、引き継がれた。 ノルウェーの氷河学者ビョルンジー・アンデルセンの批評によると、エディンバラ大学のロバート・ジェームソンは、エスマルクのアイデアに対して、比較的好意的だったようだという。スコットランドの古代の氷河についてのジェームソンの初見は、ほとんどおそらく、エスマルクに刺激されたものだった。ドイツでは、ドライスイハッカーのアカデミーで、森林学の教鞭をとっていた。 地質学者のラインハルト・ベルンハルディが、中林源南部の都市マイ人間での観察研究により、氷河時代の存在を示す証拠が具体化されたことで、エスマルクの学説を受け入れた。1832年に発表した論文の中で、ベルンハルディは、かつての極地の表現について、温帯のドイツ中部にまで進出していたと推測した。1829年、これらの討論とは、 独立して、スイスの民間技師イグナス・ベネツは、アルプス山脈とその近くのジュラ山脈を呼び来た、ドイツ平原の迷子医師の散布の原因は巨大な氷河にあると説明した。彼が、スイス自然科学協会でこの論文を発表した時、ほとんどの科学者はそれに懐疑的だったが、とうとう、ベネツは、友人のジャンド・シャルパンティエを納得させた。シャルパンティエは、 ベネツのアイデアをアルプス山脈に限定した氷河時代説に変容させた。彼の考えはバーレンベリの学説に似ていた。事実、二人は地球史について同じ火山仮説を共有していたが、シャルパンティエの場合はむしろ火星説を支持していた。1834年にシャルパンティエはスイス自然科学協会で論文を発表した。その間に、 ドイツの植物学者、カール・フリードリヒ・シンパーは、バイエルンの鉱山地方の迷子石の表面に生える、線類を研究していた。彼は、そのような多くの石は、どこからやってきたのだろうかと考え始めた。1835年の夏に、彼は、バイエルン・アルプスを回遊した。シンパーは、氷河は、高山地方の迷子石の運搬手段だったに、違いないとの結論に達した。 1835年から1836年にかけての冬に彼はミュンヘンで講演した。シンパーはその時、寒冷な気候と凍った水で全球が覆い尽くされた時代があったに違いないと仮定した。シンパーは1836年の夏を大学時代の友人であるルヤガシーとジャンド、シャルパンティエと共にスイスアルプスのベイに近いデビンズで過ごした。 シンパーとシャルパンティエは、アガシーに地球が氷河で覆われた時代があったことを、納得させた。1836年から翌年にかけての冬に、アガシーとシンパーは一連の氷河時代説を展開した。彼らは主に、先行するベネツとシャルパンティエの論に頼りつつ、彼ら独自の野外調査も取り入れた。アガシーは、当時すでにベルンハルディの論文を熟知していたとみられる。 1837年の初頭に、シンパーは、氷河の時代を表すアイストサイトという術語を、心臓した。1837年7月24日に、ルーシャテルで開かれたスイス自然科学協会の年次総会の講演で、アガシーは彼らの学説を総合して、ジュラ山脈近くで見つかる迷子医師は、氷河時代の広大な氷床によって運ばれたのだとする。 氷河時代説を発表した。聴講者はこれにかなり批判的で、気候史に関する当時の定説の見解と矛盾にしていたこともあって、一部にはこの新説に反対する者も,もいた。同時代のほとんどの科学者らは、地球は、その誕生時の溶融状態から徐々に冷却されて、きたのだと考えていた。この拒絶を乗り越えるために、アガシーは、資質学的野外調査に着手し、 実際に、ジュラ山脈にまで足を運んだ。彼は1840年にエチュード・シュールレ、グレーシャーズ等題した本を出版した。シャルパンティエは、自身もアルプス山脈の氷河時代についての本を出す、準備をしていたため、これに気を悪くした。アガシーに深く掘り下げた氷河の研究を紹介したのは、シャルパンティエ自身だったのだから、アガシーは、 シャルパンティエの優位を認めるべきだったと感じていた。それだけでなく、アガシーは個人的な抗論の結果として、辞書の中で審判に一切言及しなかった。すべてまとめて、氷河時代説が科学者らに完全に受け入れられるようになるまでには、数十年を要した。これは、氷河時代の原因についての信頼できる説明をした1875年の、 クライメートタイム、インゼア・ジオロジカル・リレーションズの出版を含む、ジェームズ・クロールの研究に続いて、1870年代後半に国際的な規模で需要が進んだ。ただし、この最初の段階で研究されたのは、現在の氷河時代の中で、過去数十万年に起こった表記についてである。新生代よりも古い時代に存在したとされる。 氷河時代の形成過程の詳細については、2011年現在も、未だ明らかにされていない。氷河時代の存在を示す証拠は、主に地質学的証拠、科学的証拠、古生物学的証拠の3種類ある。地質学的証拠は、岩が磨かれたり削られたりした後や、そのような侵食作用を受けてきた、独特の形状の岩、氷河末端や円片に堆積した。 各歴、独特の氷河地形、ティルやティライト等の氷河性体積物など様々な形で得られる。しかし、繰り返し起こる氷河時代がそれ以前の氷河時代の地質学的証拠を変形、消去することで解釈を難しくしている。その上、これらの証拠は正確に年代を特定するのが難しく、初期の学説では 魔表記と比べると表記は短かっただろうと考えられていた。海底堆積物コアと表彰コアの採取、解析による研究手法が出現すると表記は長く、魔表記は短いという真の状況が明らかになったが、それでも現在の理論に到達するまでには時間がかかった。科学的証拠は主として堆積物や堆積岩及び 海底堆積物コアに含まれている化石中の同位体比の変化から得られる。直近の表記の表彰コアについては、それに含まれる気泡から得られる氷及び大気のサンプルから気候プロキシを提供する。重い同位体を含んでいる水ほど蒸発熱が大きいため、より寒冷な環境ではその割合は減少する。これにより温度記録が構築される。しかし、この証拠は、 同位体比に記録された他の要因によって混乱させられることがある。古生物学的証拠は化石の地理的分布の変化から得られる。表記の間は寒冷な気候に適応した生物が低緯度地域に分布し温暖な環境を好む生物は絶滅するか、または低緯度地域で過労して生きながら得るかである。この証拠も次のような要件が整わないと 解釈するのは難しい。まず、堆積物のシーケンスが長い期間にわたり、広範囲の井戸に及び、そしてそれらを容易に相互に関連付けられること。次に、古代の生物が数百万年の間、変化することなく生き延び、それらの生物の温度潜行が容易に診断できること。最後に、重要な関連のある化石が発見され、報告されていること。 これらの数々の困難が伴うにもかかわらず、氷床コアと海底堆積物コアの分析は、過去数百万年にわたる表記と魔表記の存在を示している。これらもまた、モレーン、ドラムリン、迷子医師のような氷河時代と大陸地殻現象との連関を裏付けている。それゆえに、大陸地殻現象は、氷床コアと海底堆積物コアが、 入手可能な時間範囲よりも、はるかに早い時期に形成された地層で発見された、初期の氷河時代の存在を示す、最もな証拠として受け入れられている。地球上では、過去に少なくとも5回の大きな氷河時代があった。それらは、ヒューロニアン氷河時代、クライオジェニアン、アンデス・サハラ氷河時代、カルー氷河時代、そして第4期氷河時代である。これらの時代の他は、 地球は高緯度地域でさえ氷結していなかったと思われる。ドイツ北部とその周辺の氷河時代の地図ヒューロニアン。氷河時代は現世代初期約22億年前の氷河時代であり、低緯度表彰の存在を示す古知識学的証拠が残っている。最初期の確立した氷河時代から存在している岩石群はヒューロニアンと呼ばれ、 およそ24億年前から21億年前の現世代初期に形成されたと考えられている。数百キロメートルの長さのヒューロニアン長層群はヒューロン湖の北岸の北10百キロメートルに露出しており、数千とマリー付近から伸びている。ヒューロン湖の北東、マリーからサドバリーにかけては、石化したティルの巨大な層とともに、ドロップストーン、バーブ、 アウトオウシシュ、磨き削られた基板岩がある。相関関係のあるヒューロニアン堆積物は、ミシガン州マーケットの近くで発見され、西オーストラリア州から見つかった古元世代の氷性堆積物と相関関係が成立した。これまでに十分裏付けされてきた氷河時代の中で、過去十億年の間で、おそらく最も厳しかったものは、 8億5000万年前から6億3000万年前に起きた。この時は氷床が赤道まで達し、スノーボールアースを作り出したとされる。スノーボールアースは火山によって作り出された温室効果ガスなどの蓄積により終焉を迎えたのかもしれない。大陸氷床と海上の流氷の存在は、計算しようの風化と光合成の両方を抑制しただろうが、 それらは現在 CO2 の二つの大きな溜まり場である。この氷河時代の集結は、続いて起きたエディアカランとカンブリア爆発を招いたと言われているが、この説は、まだ新しく、現在も論争の的である。アンデス・サハラ氷河時代は4億6千万年前から4億2千万年前、オルドビスキ後期とシルル期に存在した。過去500万年間の氷期。 魔氷期の変動を示す堆積物の記録カルー氷河時代は、レボン期の始まりに起きた陸上植物の進化により、長い期間にわたって地球上の酸素濃度が増加し、CO2 濃度が減少した結果とされる。カルー氷河時代の名は、南アフリカのカルー地方で見つかった氷河性、氷歴度にちなみ、同地方でこの氷河時代の存在を示す証拠が、 初めてはっきりと同定された。石炭期とペルム期初期の間の3億6千万年前から2億6千万年前まである程度の間隔を置きつつも極地の氷観が南アフリカまで広がっていた。相互に関係する堆積物はアルゼンチンからまた古代の超大陸ゴンドワナ大陸の中心にあったことがわかっている。現在の氷河時代である第4期氷河時代は 高新オに始まり、北半球の氷床が拡大し始めた。それ以来、地球では4万年と10万年の時間スケールで、周期的に氷床の発達と交代を繰り返してきており、これらは、氷期と、魔氷期、あるいは氷床拡大期や、氷床交代期などと呼ばれる。地球は現在、魔氷期にあり、最後の氷期は、約1万年前に終わった。 その大陸表彰で現在まで残存しているのは、グリーンランド表彰と南極表彰、およびバフィン島にあるような比較的小規模な表彰である。2016年、最近で最大の火星の氷河時代の存在を示す証拠が科学史サイエンスに掲載された。その内容は、ちょうど37万年前には、火星は赤いというより白く見えただろうというものである。 最近の表記、魔表記と関連する温度変化及び表彰の体積変化のパターン表彰の極小期と極大期第4期の北半球の表彰の極小期と極大期第4期の南半球の表彰の極小期と極大期氷河時代の間でも気候が比較的温暖な時期と寒冷な時期がある。より寒冷な時期は表記、より温暖な時期は魔表記と呼ばれ、 表記と魔表記が約10万年周期で交互に訪れてきた。表記は地球のほとんどを覆う寒冷化、乾燥化していく気候と両極地方から低緯度地域に向かって拡大する大陸氷と海氷の塊に特徴づけられる。表記でなければ氷床に覆われていなかったはずの地域の山岳氷河は標高のより低い方へ広がる。これは接線が より低くなるためである。海水準は、氷管の海水面の上で、大量の海水が凍結して、海水量が減るために低下する。また、海洋循環のパターンが、氷河作用により乱されていることを示す証拠もある。北極地方と南極地方で重大な、大陸氷河作用があったので、我々は、現在、氷河時代の極小期にいる。 そのような表記の極大期と極大期の間の時期は、魔表記として知られている。表記と魔表記は、ミランコビッチサイクルと呼ばれる地球の光転軌道の周期的変化とも合致していた。この約11,700年間、地球は、関ミオとして知られる魔表記にあり、2004年に、科学シネイチャーに掲載された記事は、現在の間表記は28,000年間続いた。 以前の間表記に最も類似しているかもしれないことを論じている。軌道強制力の変化の予測によれば、次の表記が始まるのは人為的な地球温暖化がないとしても、少なくとも今から5万年後になるだろうと示唆されている。さらに、化石燃料の集約的利用が続く限り、増加した温室効果ガスに由来する人為的強制が、 地球の軌道強制力よりも重大な影響を及ぼすかもしれない。核表記は、より厳しい気候をもたらす性のフィードバックと、気候を和らげて、表記を終わらせる負のフィードバックの影響を受けやすい。雪氷は、地球のアルベドを増大させ、太陽エネルギーの多くを反射し、あまり吸収しない。したがって、気温が低下すると、雪表現が成長し、正のフィードバック効果は、 負のフィードバック機構との競合で地球システムを平行状態に至らせるまで続く。また、氷床の拡大がもたらす森林の減少がアルベドを増大させる。1956年にユーイングとドンが提唱した別の理論は氷のない北極海は高緯度地域の降雪量を増やすという仮説である。低温の氷が北極海を覆うとき、 海面からはほとんど蒸発、または消化せず、降水量の点では極地方はかなり乾燥した状態にあり、その降水量は中緯度の砂漠地帯と同等である。この少ない降水量により、下記には高緯度地域に降った雪が解ける。氷のない北極海は長い夏の間に太陽放射を吸収し、より多くの海水を蒸発させることで、 北極地方の大気中の水蒸気量が増す。降水量が多いと、この雪の一部は、夏の間に溶けることはないかもしれないため、より標高と井戸の低い地域で氷河が形成されることがあり、上述したアルベドの増大により、陸上の気温は下がる。さらに、この仮説によると、海洋の流氷の欠乏によって、北極海と北、 大西洋との間で海水の交換が増加することで北極海は温められ北、大西洋は冷やされる温暖化サイクルの間に北、大西洋に淡水が流れ込むことは地球の海洋大循環を減少させるかもしれないメキシコ湾流の影響の減少による海洋循環の減少は 北ヨーロッパに及ぼす冷却効果があるだろうとされ、夏の間も保持される、低緯度地域の雪の量が増えることになるだろうと考えられている。また、氷河拡大期には、氷河は、セントローレンス湾を通って流れ下り、メキシコ湾流をせき止めるほど、遠くまで、北、大西洋に広がるかもしれないことも示されている。氷期に形成される氷床はその真下にある陸地を、侵食する。 すると、やがて海水面より上にある陸地の面積は減り、氷床の形成を可能とするスペースも減少していくことになる。これは、アルベドのフィードバックを和らげるばかりでなく、氷床の形成に伴う海水準の低下も引き起こす。もう一つの要因は、氷河再拡大期と共に起こる乾燥状態が増す。ことで、氷河を維持するために使われる、降水量が減少する。 この要因、または、他の何らかのプロセスによって誘発される氷河の交代は、氷河の拡大に関して類似する逆のポジティブフィードバックによって強められ得る。ネイチャージオサイエンス史上で発表された研究によれば、人間の排出した二酸化炭素は次の表記の到来を遅らせる。研究者らは、地球の軌道のデータを使って、歴史上の温暖な魔表記が、 現在の間表記とほとんど同じように見えることを突き止め、ここから次の表記が通常なら1500年以内に始まるだろうと予測している。さらに続けて研究者らは、二酸化炭素の排出量がかなり多いために、次の表記はやってこないだろうとも述べている。氷河時代の原因は、大きなスケールの氷河時代の期間についても、氷河時代の期間内で繰り返す。 比較的小さな表記、魔表記についても完全に理解されてはいない。氷河時代の原因に関する一致した見解は、いくつかの要因が重要だということである。それらの要因とは、大気の蘇生、地球の公転軌道の変化、プレートの動き、太陽の出力変化、地球付き系の軌道の相互関係、火山活動の影響などである。 これらの要因のいくつかは互いに影響を及ぼし合う。例えば、地球の大気蘇生の変化は気候を変えることがある。一方、気候変動自体も大気蘇生を変化させることがある。アメリカのモーリーン・レイモとウィリアム・ラディマンと、その他の古気候学者たちは、チベット高原とコロラド高原は、全地球の大気中に含まれる CO2 を除去、できるだけの能力を持つ。 膨大な CO2 の排気浄化装置であり、4000万年続く新生代寒冷化の傾向の原因となる重大な要素であるとする仮説を提唱している。さらに、両抗原の流気のおよそ半分は、過去1000万年の間に発生したと主張している。氷河時代の始まりに、温室効果ガスの濃度が急激に下がり、氷床が後退する間に濃度が上昇したことを、 示す証拠があるが、その因果関係を立証するのは難しい。温室効果ガスの濃度は、氷河時代の原因として提唱されている大陸の移動や火山活動など、他の要因の影響を受けているかもしれないからである。スノーボールアース仮説では、原生代行期の厳しい凍結は主に火山に由来する大気中の CO2 濃度の上昇により終わったとされ、 この仮説の支持者の中には、全球凍結は最初の段階で大気中の CO2 の減少により引き起こされたと主張する者も,もいる。この仮説は将来のスノーボールアースカを警告している。2009年には日射量の変化が氷河時代以後に地球が温暖化する初期の要因となることを示す。さらなる証拠が示され、第二の要因として、 変化の規模の原因は、温室効果ガスの増加にあることが挙げられた。人為的変化国細菌の過去100年間から1000年間に及ぶ人間活動の急激な活発化、特に化石燃料の燃焼によって、太陽熱を閉じ込める温室効果ガスが、大気中に排出されて、濃度の急激かつ加速度的な増加を招いていることを示す重要な証拠がある。 科学界で合意された学説は、その結果として生じる温室効果は、同期間に発生した地球温暖化の進行の主要な原因であり、残りの氷河と極氷の誘拐を加速させた最大の誘因であると説明している。ある2012年の研究報告では、恐竜は消化作用の過程で、現在人間が放出するメタンと同等の量のメタンを放出したであろうことがわかり、 それは1億5000万年前にかなり温暖な気候をもたらした一つの要因だったかもしれないことが示された。アメリカの古気候学者、ウィリアム・ラディマンは、原始人、神聖仮説を提唱している。その仮説によれば、人神聖とは、人類の活動が最初に、地球の気候と生態系に、重大な地球規模の影響を及ぼし始めた。 地球史の中で最も新しい時代を指して言うのだが、それは工業時代を迎えた18世紀に始まったのではなく、8000年前に遡って我々の祖先の集中した農業活動によって始まったのだという。ミランコビッチサイクルの周期的パターンに続いて大気中の温室効果ガスの濃縮が止まったのもその頃だった。ラディマンは 自説の中で初期の表記はおそらく数千年前に始まったであろうが、その予定されていた表記の到来は初期農耕民の活動によって阻止されたのではないかと述べている。また、農耕によって産業革命までに摂零0.8度気温が上昇したと見積もられている。2008年12月17日に開かれたアメリカ地球物理学連合の会合で、 科学者たちは議論の余地のある意見を支持する証拠について詳しく述べた。その意見とはアジアにおける大規模な稲作農業の導入がヨーロッパにおける大量の森林伐採と相まって過去1000年間にわたり大気中に相当な量の温室効果ガスを排出したことによって世界の気候を変え始めたというものである。それとは逆に 温暖な大気が海洋を温めることで、海水中に吸収される二酸化炭素の吸収効率が大幅に下がって、地球温暖化を強化することになり、新しい氷河時代の開始を阻止する可能性がある。地質学的記録は、氷河時代は、赤道から両極へと向かう暖流を止めるか、減少させる位置に大陸がある時に始まり、 それゆえに氷床が形成されることを示しているようである。氷床は地球のアルベドを増大させ、それによって太陽放射の吸収を抑える。吸収される太陽放射が少ないと大気は冷える。冷えることで氷床が成長し、さらに反射能を増大させて性のフィードバック循環に入る。氷河時代は風化が減少して温室効果ガスが増加するまで続く。 赤道から両極へと向かう暖かい海水の流れを止めるか減少させるような位置を取る大陸として知られているものは三つある。今日の地球には南極を覆う大陸があり、北極の海がほぼ陸地に囲まれているので地質学者は地質学的に近い将来地球は再び表記を経験することになるだろうと信じている。ヒマラヤ山脈は 現在の氷河時代の主な要因であると信じている科学者もおり、その理由は、ヒマラヤの山々が地球の総雨量を増加させていることで、大気中の二酸化炭素が洗い流され、その温室効果を減少させているというものである。ヒマラヤ山脈の形成は、インドオーストラリアプレートが、ユーラシアプレートと衝突した約7000万年前に、始まった。インドオーストラリアプレートは、 今も年に67ミリメートルずつ北上しているため、ヒマラヤ山脈は年に5ミリメートル程度のペースで隆起を続けている。ヒマラヤ山脈の歴史は4000万年前の死神予中期以来の地球の平均気温の長期的な低下と大体一致する。古気候レジームの一因となるもう一つの重要な要因は海流の変動で、海流は大陸の位置、海水準及び 塩分濃度、その他の要因によって変動する。海流には気候を冷却する能力と加熱する能力がある。およそ300万年前のパナマ地況の閉塞により、熱帯の大西洋と太平洋の間の海水の交流、交換が止まり、現在の北、アメリカを覆う強い氷河作用の時代の到来を告げることとなった。海流の変動によって、 最近の表記振動をうまく説明できると示唆する分析結果もある。最終表記の間、主として北半球の表彰では海水準は20、30メートル変動し海水が隔離された。氷が集まり海水準が十分に下がるとベーリング海峡を通る流量は減少し北、大西洋からの流量が増大する結果となった。これは 大西洋の熱炎循環を再編成し、北極地方への熱輸送量を増加させ、極地に蓄積された氷を誘拐して、他の大陸氷床を減少させた。これによる海水の放出によって、海水準は再び上昇し、北半球の氷床の蓄積に付随して、太平洋からの冷たい海水の侵入が取り戻された。ドイツの地理学者。 マティアス・クーレの氷河時代の発達に関する地質学的理論は氷河時代中のチベット高原を覆う表床の存在によって示されていた。クーレによると、プレートテクトニクスにより隆起して接線を越えたチベットは約240万平方キロメートルの表面がラ致チから70%を超えるアルベドを有する氷の高原へと変化した。宇宙へのエネルギーの反射は 地球寒冷化の原因となり、高シニオの氷河時代の引き金となった。チベット高原は亜熱帯の緯度に位置しているため、高緯度地域の4倍から5倍ほどの日射量がある。地球上で最も強い加熱面だったであろう、表面が冷却面に変わったと言える。クーレは、地球の軌道の変化による10万年単位の放射サイクルの変化によって、魔表記を説明する。 この比較的軽微な温暖化は、上澄氷の過重による北欧の内陸の氷域と、チベットの高度の低下と、相まって、たびたび内陸の氷域の氷を完全に溶かした。ミランコビッチサイクルは、太陽の周りを公転する地球の軌道に見られる、特徴で、公転軌道や、自転軸の一連の周期的な変化を指す。それらの変化は、日射量を変化させるが、 各サイクルは異なる長さを持つため、ある時はそれらは互いに効果を強め合い、またある時は相殺され、日射量の変化は複雑な曲線で表示される。下支点の北緯65度における1日あたりの大気状態の平均日射量の変化、ミランコビッチサイクルが氷河時代の中で氷気と魔氷気の発生に影響を及ぼすことには有力な証拠がある。 現在の氷河時代は特に最近40万年間については詳しく研究され最もよく理解されているがそれは大気蘇生及び温度指標と氷体積を記録している氷床コアの対象とする期間だからであるこの期間内においてミランコビッチの軌道強制力の期間と表記魔氷記の振動数の一致が非常に近いので軌道強制力は 一般的に受け入れられている。太陽からの距離の変化、地軸の再差運動、及び地軸の傾きの変化が複合して、地球が受ける、日射量が変化している。特に重要なのは、地軸の傾きの変化で、季節ごとの気候の激しさに強い影響を与える。例えば、7月の北緯65度での太陽放射フラックスの量は22%ほどの割合で変動する。 夏があまりに涼しくなると、前の冬に積もった雪をすべて溶かすことができなくなるため、氷床が発達することは広く信じられている。軌道強制力は弱すぎるので氷河の形成の引き金になることはないと信じる者も,もいるが、CO2 のようなフィードバックの仕組みでこの不一致を説明できるかもしれない。ミランコビッチ強制力が地球の軌道要素の周期的変化は、 氷河の記録で表現できると予測する一方で、氷気体感氷気のタイミングにおいて、どの周期が最も重要だと認められるかを説明するためには追加の説明が必要である。特に、過去80万年の間、氷気体感氷気振動の卓越周期は10万年であり、それは地球の軌道離心率と軌道傾斜角の変化に合致する。けれども、 これはミランコビッチが予測した3つの振動数の中では最も弱い。300万年前から80万年前までの間は優勢な氷河形成のパターンは4万千年という地球の赤道傾斜角の変化に合致する。ある振動数が他の振動数に対して優勢であることの理由はあまり理解されておらず、現在研究の活発な分野であるが、 その答えはおそらく地球の気候系における何らかの共鳴の形と関係するだろうと考えられている。最近の研究成果は増加した南極の海氷による10万年周期の優勢が全体の日射反射率を増大させていることが原因であると示唆している。従来のミランコビッチの説では10万年周期の支配的な時期が過去8回あったことの説明が難しい。 アメリカの物理学者のリチャード・エイ・ミューラーやゴードン・ J ・ F ・マクドナルドらはそれは地球の軌道の計算が二次元的な手法に基づいているからであり三次元的な解析を行えば軌道傾斜角にも十万年周期が現れると指摘している彼らは太陽系のダストバンドと地球の軌道との交差が影響している可能性を提示しながらこれらの軌道傾斜角の変化が 日射量の変化を導いているのだと述べている。これらは従来提唱されてきたメカニズムとは異なるものだが、計算結果は予言されていた最近40万年間について得られているデータとほぼ同じ結果を示している。このミューラーとマクドナルドの理論に対しては気候学者のホゼ・アントニオリアールから反論されている。古気候学者のウィリアム・ラディマンは10万年周期を 最もらしく説明するモデルとして、再三運動に対する離心率の変調効果が、4万千年周期と2万6000年周期で起こる、温室効果ガスのフィードバック効果と結びついたという説明をしている。けれども、ピーター・ハイバーズが提案した別の理論では、4万千年周期は常に優勢なので、あるが、地球は現在、2番目か3番目の周期だけでも、 氷河時代の引き金となり得る気候モードに入っているのだと主張している。これは10万年の周期性が、実は8万年と12万年の周期が平均されたことによって作り出された錯覚ではないかと案に示している。この理論は、ディディエ・パイ・ヤールによって提唱された単純な実験に基づく多状態モデルと一致している。パイ・ヤルは更新予行期の表記のサイクルは3つの 純安定的な気候の状態の間の飛躍として見ることができると説明している。それらの飛躍が軌道強制力に誘発されたのに対し、更新予前期には4万千年周期の表記は、たった2つの気候状態の間の飛躍から結果として生じたとしている。この振る舞いを説明する力学モデルは、ピーター・ディテレーブシンによって提唱された。 これは、更新予行期の表記の周期は、離心率の弱い10万年周期が原因ではなく、主として4万千年の自転軸傾斜角の周期に対する非線形の応答であるとする説に裏付けられるものである。また、地球磁場の変動と気候変化の相関性が指摘されている。地磁気が弱まることにより、それまではローレンツ力によって引かれていた。 宇宙船の大気圏内への入車量が増え、粒子の飛石が電離して、それを核として、大気圏内の過冷却水蒸気が凝結して、雲の形成が増加し、加速度的に寒冷化すると考えられる。火山の噴火は、氷河時代の開始や終焉の一因となったかもしれない。古気候のある時期には、二酸化炭素の濃度は、今日の2倍、ないし3倍はあったと考えられている。 火山と大陸プレートの動きは大気中に含まれる大量の CO2 の一因だった。地球全体の気温が最も高かった時期では火山由来の二酸化炭素がおそらく気温上昇に影響を及ぼしただろうと考えられる。ある赤月新生死信用境界温暖極大気の学説では海底火山はクラスレート由来のメタンを放出し、そうして 大規模で急速な温室効果の増大が生じたのだと説明されている。そのような噴火がタイミングよく起きたことを示す地質学的証拠は見つかっていないようであるが、それをもって火山の噴火が発生しなかったことを証明するものではない。スカンディナビア地方には典型的な氷河時代の氷河作用の影響を受けた地形が見られ、フィヨルドや氷河湖は その一例である。最終表記は8000年以上前に終わった一方、その影響は今日においても感じることができる。例えば、カナダ、グリーンランド、ユーラシア大陸北部及び南極大陸では移動する氷が風景を切り開いた。マイゴイシ、ティル、ドラムリン、エスカー、フィオルド、ケトルコ、モレーン、カール、ホルンなどは氷河が残した典型的な特徴である。 氷床は非常に重いので地球の近くとマントルを変形させた。氷床が溶けた後氷に覆われていた陸地は隆起した。地球のマントルの粘度が高いために隆起過程を制御するマントルの岩石の流れはかなり遅く、今日の隆起地域の中心付近では約1センチメートル、年の割合である。氷が発達期には海から海水が取水されて、 高緯度地域で氷を形成することで全球の海水準は約110メートル下がり大陸方が露出して大陸間に陸橋が形成され動物が移動するようになった。氷河高大気には氷が溶けることで水が海へ帰り海水準は上昇した。このプロセスは海岸線や水和系の急変を引き起こし新たに海中に沈んだ陸地、海上に現れた。 陸地、湖の塩化を引き起こす氷ダムの結界新しい氷ダムが作り出す広大な淡水地域、そして地域的な気象パターンの全般的な変化のような規模は大きいが一時的な結果を生む。また、一時的な氷河の再発達を引き起こすことさえある。この種の急速に変化する陸地、氷、海水、淡水の混沌としたパターンは、現在の海岸線が、 有史以前の過去数千年間でしか達成されていない最終表記最盛期の終わり頃の北アメリカ大陸中央部の大部分のほか、バルト地方やスカンディナビア地方が最もなモデルとして提案されているまたスカンディナビア地方に面する海面上昇の影響によりかつて現在の北海の大部分のもとに存在しブリテン諸島とヨーロッパ大陸をつないでいた広大な 大陸の平原が海に沈んだ。地表の氷が溶けてできた水の再分配とマントルの岩石の流れは地球の完成モーメントの分布の変化だけでなく重力場をも変化させた。完成モーメントに対するこれらの変化は地球の時点の角速度、軸、ぐらつきをもたらしている。再分配された表面質量はリソスフェアに荷重をかけて屈曲させ、 地球内部に応力を加える。氷河の存在は一般的に断層の運動を過方に押し付けた。しかし、氷河交代期には断層は地震を誘発する加速滑りを経験する。氷園付近で誘発された地震は、今度は氷山からの氷塊の分離を加速させるかもしれず、ハインリッヒイベントを説明するかもしれない。より多くの氷塊が氷園付近で分離されるほど、 より多くの大陸プレート内地震が誘発され、この性のフィードバックは氷床の急速な崩壊を説明するかもしれない。ヨーロッパでは氷河の侵食作用と氷河の重さによるアイソスタシーに伴う沈降によりバルト海が形成された。なお、氷河時代以前は現在のバルト海のあたりは全土が陸地で、香水はエリーダムス川によって排水された。 最終表記中に北半球で氷河が発達した範囲。厚さ3トルから4トルの氷床が形成されたため、海水準が約1 2 0ル低下した。高新魚の表記と魔表記には名前が付けられている。最近のものから新しい順に並べられている。北米、北欧、アルプス、ロシア、イギリス、イタリア、南米。 ニュージーランドの研究者は別の名称を使ってきた。日本ではアルプス名を使うことが多い。ただし、氷河時代は場所と時間の別によりさらに細かく区分されることがある。例えば、リス表記とビュルム表記は特にアルプス地方の表記を指して言う時の区分である。表彰が最も拡大した時の範囲は完全な隔たりがあるために保たれていない。 これは、各表記での研磨作用によって、前の表彰の痕跡のほとんどがほぼ完全に、消し去られてしまいやすいからであるが、例外として、後の表彰が、前の表彰を完全に追いつくすことがなかった、地域では、古い方の表彰の痕跡が見られる。南北の大陸表彰の発達により、最近の表記、魔表記では、海水準が大きく変動したことが知られている。 蒸発した海水が両極に氷床として固定されるため、地上の海水の体積全体が減少し、結果として世界的に海水準が低下する。反対に、氷期の終了に伴っている海水が海洋に還元されると海水準は上昇する。酸素同位体非曲線によって示される氷床量の変動は特に新しい時代になるにつれて、 世界的な海水準の変動を反映していると言ってよい。その変動幅は最近の表記では100メートル以上に及ぶ。日本近海では太平洋と日本海を結ぶ海峡の深度が浅いため、少なくとも過去数十万年の間の表記では海水準の低下に伴って津島暖流の流入が止まり気候に大きく影響を与えた。表記には寒冷化のためにアカンリンが 西日本まで分布していた。また、津島暖流が流入しないため氷河は、日本アルプスを呼び、北日本の高地にわずかに発達するのみであった。それでも、これらの氷河が、最終表記に形成したカールや、モレーンなどの氷河地形は、現在の日本アルプスや日高山脈で明瞭に、確認することができる。最も新しい表記は、最終表記とも呼ばれる。 最終表記の終了後、人類が定住し農業が発展するという出来事が起こった。このことは、農業の発達が人類の生活様式と深い関係があるということで、あろう。表記もしくは真表記が続く間に、さらに細かな気候の変動が見られることがある。寒冷な時期をア表記、温暖な時期をアカ表記と呼ぶ。 最終表記終了前後から現在にかけてはヨーロッパのデータン湿地で発見された花粉草除がしばしば用いられ現在では最終表記の終了から5表記にかけての気候変化を表現する際に幅広く使われている。ありがとうございます。